起きて上登っていったらもう重機が砂丘の一番端っこでねガタガタガタってねなんか土あの根っこから外していってるね植物を。ここはあの岡谷戸刈ね、その鹿児島の天然記念物いっぱい住んでるところなんだよね。手でできる仕事を重機でバックして持っていくのよ。何度も何度も行ったり来たり。意外と大きいね車両が入っていけないからここね低くするね全部砂丘を。家族全体的に、まあ、いっぱい絶滅危惧種が多いところ世界自然遺産のバッファーゾーンでこう生き物がいっぱいある砂丘を重機でいきなり壊してしまうのはいいんですかって言ったら集落を守るためにって思って やってて。だってあそこに住んでいる屋根のすぐ上であの草切りやったり重機入れたりこれ切らないでってここ今から台風がどんどん来た時にあの潮も吹くし人を守るためって言いながら危なくしていってる人たちよね。自然を子や孫へ残しましょう。西部家督次の世代にやっぱありのまま自然のまま残したいです。変わらないままでいてほしいです。命を守るこの自然がこう壊されるのは嫌だなと思います。はい、この身をこの自然を次の世代へ残していきましょう。日本でも数少ない手つかずの自然のビーチを絶対残していくべきと思いますし大人の責任として止めてほしいなと思います心から。素晴らしいこの鳩手海岸を自然のまま残してほしいと思います。よく考えて行動してほしいです。この自然を残していきたいです。未来に綺麗な鳩手海岸を残してほしいです。来年も再来年も、そうですね、一生遊びに来れる場所であってほしいです。自然にも愛をください。ずっと先の世代の子どもたちにこのままの姿で過ごしていきたい気持ちでいっぱいです。みんなの財産ありのままの自然が残るといいですね。自然に加速ではこの絶景を残してください。お願いします。自然加速欲しい自然を子どもたちに渡したいので。
子供たちのためにセーブカトク自然に流れる川を未来に残したいです。すごいカトクが大好きです。このままでいてほしい。お願い気づいてください。気づいた方がいいっす。こういう風に安全だし、ね、こういうところないからね。毎日これ2メーター進んでいく川の内側ですね。毎週違うからね、形が。子供に対してはすごい楽しい。やっぱり最後はみんな楽しむのがいいんじゃない？この浜でね。みんなここ来るのは楽しいから来るからね。このまま